もひさえでーす。チャピピー。福井カンナでーす。どうも、はじめましてだね。今日はタレントの福井カンナ、はい、福井カンナと甲子園来てまーす、はい、今日はこの水のスクエアでラーメン祭り、ラーメン祭みたいなしてるから、ちょっとカンナとラーメン食べようかなと思ってるんだ。ラーメン好き？大好き、大好き。じゃあ店に結構あるから、はい、選ぼう。並んでるの結構、うん、ミシュランとかあるわ。じゃあまずカンナのラーメン選ぼう。はい、私ね、このね、うん、結構肉肉しい黒豚ラーメン小僧、うん、黒豚炙り肉、黒豚骨炙り肉ラーメン。そうです。結構激しいの行くな、カンナ。肉肉しい、ちょっと肉食とか、ちょっと恥ずかしい。ちょっと肉食とか、ちょっともう、ちょっと警察する人が何を、何か問題ある？何よ、店員さんもめっちゃ変な目で見てますよ。ちょっと緊張してるんちゃう？なんか美女2人来たからって。近くで見たら結構やばいっすよ。何よ、何がやばい、死んだ。何がやばいっちゅうの？ド迫力。何が可愛いでしょ。人気あるんだから。今日ゲンさんもう彼の話はやめて。ごめん気持ち悪い。ごめんカンナめっちゃ美味しそうやん、それなー。じゃあうちは、はい、このカニ味噌ラーメン。いや、これ北海道のカニ味噌ラーメン、はい、うちこれにする。これにしましょう。何だってね、おとなしくしてほしいの。もうナンパ、なんかでしょ、もうそういうの。うち理想めっちゃ高いから。そうか、強ポンですよね。強ポンやから。強ポンかっこいいからね。もう無理やで、その辺の男よ。分かった。何よそれ、適当に言ってへん。大丈夫。もうこれめっちゃ可愛い。ピンク欲しい。やっぱ若い女性はピンクで攻めないと。若くないですやん。カンナ、あ、ごめんなさい。やってきたよ、これ食べに行こう。わ、なんかめっちゃ人おるやん、なんか。今取られてないかな。欲しいやん。何、阪神ファンは窃盗団みたいな、ちょっとやめてくれる。めっちゃ人増えてます。めっちゃ人おるやん、ちょっと。被災を、ちょっと、ナンパそれ。ちょっとナンパとかやめて、もう。カンナのめっちゃ美味しそうやん。はい、なんかもう油がね、いっぱいあってね、これ最高。これがラーメン小僧というお店の黒豚骨炙り肉ラーメン、はい、あ、これだ、炙り肉、炙り肉ラーメン。肉が炙られてますよ。炙ってたやんな、さっきな、ジューって火でな、バーナーで焼けました。じゃあいただきます。あ、どう、結構いけ、いいですよ、いい弾力の麺ですよ。うまっ、うまうまい、おいしい。あ、いい、こってりよ、これ。黒豚炙り行きましょう、うん。めっちゃ香ばしい。めっちゃええやん。めっちゃ炙ってんの分かる。炙ってる。北海道花咲カニ味噌ラーメン、はい、ちょ見てこれ、ちゃんとほんまカニ入ってるやん、これ。ほんとだ、これ斬新なラーメン好きやねん、うち。ちょっと髪の毛、髪の毛ちょっとすごい汚い髪の毛ね、それ。ちょっと汚いとかやめてくれる。あ、すいません。うん、ちょべりぐー、ちょべりぐー。なにこれ、めっちゃ美味しい。ちゃんとカニの味しっかりしてる。髪の毛と一緒に食べてますやん。いやん、これちぎったろっけ。あ、もうやめ、怖い。もうごめん、ちょっとうちなんかイラチやから、すぐガーってなんねん。びっくりした。ごめんな。肉も食べてみるわ。そうね、ちょっとルージュ落ちてへん。ルージュ落ちてない。ルージュって口紅のが気持ち悪いから、もう食べてください、早く。あ、めっちゃ美味しい、柔らかい。主催幸せやわ。でもやっぱ近くで見ると気持ち悪いなって思う。ちょ、カンナ、ごめんなさい。カンナは今阪神に好きな選手おるん？開幕戦の時にオープン戦とかも見て、木浪選手。木浪いいよな。でも最近、うん、そう、なんかヒットまだ出てへんから、なんか最近ベンチやな。そうなんです、うん、だから今日はちょっと試合にちょっとでもいいから出てほしいなって
なるほどね。ツーショット、はい、ツーショット載せたらさ、なんかカンナと甲子園来てますって載せたら、もう引用リツイートで福井カンナちゃん可愛いって来たわ。ちょっと何、ちょっと私無視やんか、うち無視されてるやんか、もうひどくない？ありがたいです、ありがとう。これ書いてくれた人ありがとうございます。ちょっとあのカンナ、何ちょっとあの気になってたんやけど。何ですか？結構もういろんな席、満席になってるやんか。なんかうちの隣だけ誰も来おへんねんけど、先から全然来てない。もう10分以上も隣誰も座ってくれへんねんけど。全然座ってもいいんですけどね。うん、ずっと空いてんのに。そう、みんななんか立ちの方向いてますね。みんな立ってるで、なんかちょっとひどない？やっぱ緊張すんのかな、なんかうちら美女おったら。いや、やっぱ巻き込まれたくないっていうのが多いな。巻き込み事故とか。巻き込み事故とかをみんなやっぱり怖くて。ひどいかね、ひどいもん。結構めっちゃ美味しかったラーメン。意外とボリューミーですよ。うん、めっちゃ香ばしかったこれ。結構水のスクエアではなんかあれやね、ラーメンだけじゃなくて、あの唐揚げ祭りとか、うん、結構定期的にいろんなイベントやってるから、うん、今日は美女2人で、はい、今日撮影したけども、どっちが可愛いかな、ちょっとあのよかったらコメントにでもね、うん、なんかどっちが可愛いとか書いててくれたら、なんか、うん、負ける気せえへんけど。そう、一応お願いします、うん、被災ばっかり書いててもなんかすねんとってや、そんなもう。わかりました、コメント欄ね。まあ、負けてもまあ、かなちゃんの普通の子よりは可愛いって。ありがとうございます、うんうん、で、これから友達になろう、一緒にな、うん、いろいろ夏になった海行ったりとか、あスノボ行ったりとか。うん、はい。何その返事。いやいや、全然、うん、乗り気です、うん、じゃあ、友達の握手を。ちょっと待って、全然今握ったなんか指先にちょこんとなんか感触あったけど、ちょっともうひどい、もうそれぐらいがちょうどいいかなと思って、うん、まあ、徐々にな、はいはい、徐々に仲良くなっていこう、はい、うん、じゃあ、ひさえとカンナのラーメン祭りロケでした。バイバーイ。Bye.